しようかな。これじゃない？今の自動車学校の。ちょっと今画角を探してます。あっちから来よ。クマちゃんは絶対。あ、わかる。財布とかはない。あるある。ね、あ、でも絶対。開けてきた開けた。くるくると。やばい。え、その画角やばいね。斜め斜めにしてるから。ヤッホー、まあ、千秋楽って今リセット以来の千秋楽、マジ千秋楽ってね、リセットの千秋楽いた、いた、何してた、一緒に出てる、うん、あ、そういうことね、一緒に出てたんだ、え、卒業公演と一緒みたいなやつですよね、え、誰のユリアとか、うん、謝恩会みたいなやつ、え、違う、誰、アキさん、セイラちゃん、セイラさんあ、でもありえそう、なんかあっ、あっさん違うな、違うか、なんかいてるのがいなかったような、あれじゃない、前座じゃない、うん、出てたんだと思う、違うみたいな、あ、けど出てそう、ユメリって、ユリアがだからもういないから出てたんじゃないの、めぐりめぐって、あー、そうかもしれないです、ね、だってもう卒業されてたんじゃない、あっさんとセイラさん頼んでいい、いいよ、そうしたらしい、ね、頼んでいいってどういうこと、ちょっと用事があるから、あ、あ、オッケーオッケーですか、ちょっと一瞬外します、これ誰か映ってりゃいいんだっけ、映ってなくてもいいんだっけ、映ってた方がいい、え、5分ぐらいは耐えれる、でも目だけ映ってるわ、いけてる、なんか食べたい、わかる、え、あ、ドリンクだけってこと、うん、もうさっき散々ご飯食べてるんですよ、この2人コーン食べた、ほんとさ、お腹いっぱいなんないよね、違う、しょっぱいものが食べたい、うわ、ドリンク、えぇ、千秋楽落ちましたって、みんなも千秋楽落ちたの、でもさ、自分がファンだったら千秋楽なんてさ落ちるって思っちゃうよ普通に、うん、落ちたらさ落ちたでさ、あーそうだよなって、え、マジだから、うん、入れた人はえ、うん、なるよね、なるよね、だってさドームとかでやってるわけじゃないんだよ、うん、わかるって考えたらさ300人とかじゃわからないのに、うん、本当にすごいよね、ありがとうございます、でも絶対皆さん初日も応募してくださいね、あ、マジで外れるだろうなって思ってるかもしれないけど、応募は絶対してください、マジで、そう、応募することに意味があるし、応募しない方には当たりもしませんので、そうだよ、その通りでしょ、うん、すごい、分かった、本当にあの妹も弟もお兄ちゃんもお姉ちゃんも応募してほしい、間違えて脱線するなっちゃった今、ラグないよ本当、マジみんなさ、だから早くあのあれだよ、だったらだったら罰金制度よ、罰金どころじゃないですよ、じゃあ、何億何億、じゃあ、だって回転寿司食べながらやったの、じゃあこの前、マジでえ、それプライベートでやったの、プライベートでやったの、お菓子屋さんで、あの歌ったら、一皿増える食べるの、だから、あの、人のやつが自分が払わない、そう、だから菅原、菅原マジラッキーね、結構気抜くと、なんか沈黙なるとなんか歌いそう、歌ってたもん、アダガも歌ってた、アダガも歌った、スガララッキー、スガラのスガラッキー、確かに、マヤちゃんが一番多分さ、うん、あ、そういうことか、人から一皿もらうけどね、そうそう、おもろいね、その前誰が一番歌ってたんですか、え、でもみんな、でみんな歌ってた、みんな歌ってたから、ね、で、スガラだけあんま歌わなかったよみたいな、そうそう、まあ、生誕祭も応募してください、いや、初日も応募して、マキさんは多分すぐ歌ってたし、ね、そうね、本当に申し訳ないね、きっといつね、でもいいよ、別にいつにしたって、今日はマキちゃん電子レンジ使わないのかなって、なんか冷たいそば食べてる、冷たいそばなんです今日はそれ以外だったらちょっと電子レンジ使ってたかも、うん、でもお昼ご飯のチーズインハンバーグは、あ、今の話です、ごめんなさい、いいよいいよ、いいよ、大した話しにした、てかここで配信してさ、あっちに聞かれちゃいけないことだからね、ただいまです、スタバ、スタバ来た、来てない、集落4人転ライト新調しました、うおー、ありがとう、どういうこと、かわいそう、え、どういうこと、え、レンジ切れないようにとか、ね、発酵が強いやつにしたとか、香料強めとか、なんか新しいペンライトも販売されたのかと思ってしてないでしょ、ネタペンライト構えに出したいね、ねえ、何かにメガホン、あー、メガホンペンライト、メガ、でもみんな声でかいから大丈夫だよ、パンの人
あ確かに。えけどなんかみんな同じペンライト。ね、いいよね。デコデコデコライト。そう。へえ。欲しくない？可愛いの欲しい。可愛いやつ。だからそれがあれがいい。あのメガホンのやつ？可愛いと思う。メガホン。なんか叫ぶじゃない。めっちゃいい。ダメだ。あ、ちょうどいいね、頑張って、うん、いい感じ、めっちゃちょうどいい、あ、奇跡、あ、わ、わ、これすればいいよ、お、来た来た、出たやられた、ご飯食べるのに熱くなっちゃうな、じゃあ寝てみますか、うん、寝ない、あ、ありがとうございます、これマジで美味しいよね、この抹茶、抹茶ティーラテ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、めっちゃレギュラーメニューになったらしい、そうだよ、本当知らなかった、え、知らないの、え、でも限定だと思ってさ、うん、え、何の話、じゃ限定なんいや、だからアーモンドのアーモンド、なんかクラッシュアーモンド抹茶ティーラテみたいなやつと、うん、なんか上にフロートが乗ってるやつは、うん、なんかそのティー専門店みたいなさ、手羽さみやつ、そう、おしゃスタバにしかないけど、それは限定。でもこれは、え、この限定だと思って急いで飲んでた、うん、違う、急がないです、行き急がないです、もう年中いつでも飲めるよ、一回やめる、飲むのやめてみる、うん、あ、いいんじゃない春雨うん、マキコさんとレオナさんと、うん、レオナさんって昨日からずっと言っちゃってる、私のことレオナさんって呼んでくるのやめて、同期なのにレオナさんって言っちゃう、マキコさんとレオナちゃんと炎の相川さんと菅原さんがいます、弁当食べてきた、明日もさ、会うみんなと、会うよ休むの休まない、このハートない、なんでハートの値段聞こうとするの、 10G って何、10ギガってこと、10あ、10ゴールドだ、10ゴールド、うわーゴールドってベストの、お疲れ様でしたって、ありがとうございます、完食満足しました、マック食べたいってずっと言ってる、エビ食べたい、食べたいね、ポテト食べたい、バーガー食べたい、よろしくお願いします、でもうちにはさ、いつか自主弁当、うわあ、うん、わう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 わとか、もう、マキコさんぐらいやったら、マキコさんが、なんか、うちらがレッスン疲れた時に買ってくれる、あ、なるほど、それぐらいの、やっぱ気持ち大きいや、そう、え、見て、夕張メロンシェイク美味しかったよって、あれちゃん、どこのやつ、クマさん以外、うん、夕張メロンシェイクどこの、わかんない、あ、ドトールで、今日から、UV パーカー言いなさいよさっきからさ、トーンの UV パーカーユニクロだね、何言ってんだろう、この耳ずっとある、美味しそう、食べる、カレーパン、セブンのカレーパン、マックはダメ、マックだって全部はダメ、夕張メロンシェイクはマックらしい、あ、夕張メロンシェイクね、え UV カットでもナイスボケって書かれてるよ、ボケだと思われるよ、ボケじゃないよ、いいな、夕飯マックでした、だっていいなぁ、みんな私がまた当たった、当たった、全然あったかくなかった、気にしておいでよ、めんどくさい、ずっと言ってくると思う、やばいけど、何か食べればいい、温めてくれた、まやちゃんが、28日からマックで手羽先味のポテトが販売される、本当に、初見の人が言って、愛知県だけじゃなくて、いや、そういうこと、それは美味しいのかね、美味しいんじゃない、うん、でもさ、なんかああいうの美味しい、あ、私がアバター出たか聞いたからダメでした、ごめんね、楽だ、あ、ダメだった、そういうこと、今回のアバターどんななんだろう、
え、なんか、あの、あ、あ、出てる。え、違うね、制服、ピンクの制服やってピンク制服か。みんなテンション高いね、リストあったらみんなテンション高いんですよ。え、でもこういうテンションでやってるよ。まやちゃんいつもボソボソやってる。でもまやちゃん最近さ、なんかマジで何言っとるか分からない。どういうなんかマジで、口開けの、あーあー分かる分かる、でも。じゃあね、言ってくるわ。あそうだね。多分もう喋ることすらも疲れてる、なんか。あ疲れてる。うん、今日も前向いて喋ってくるからなんか前向いて、あ、炎の方向かないってこと、向かないで、口も動かさずに喋ってくるから何喋ってるか分かんない、マジで怒る。え、どうする、本当に炎に話しかけてた、話しかけてる、めっちゃ怖いんですよ。だから、怖い、はっきり喋るね。え、ミスドのこれからはボソボソしないで、ちゃんと口を開けて喋りかけるね。熊さんの喋り方がね、なんかご飯、ご飯なんとか、何マッシュ、マッシュポテト、何でも聞こえる、あ、でも聞こえないわ。なんで聞こえるんでしょ、私の前はどっちが聞こえる、間違えた、絶対すごい聞こえないだろ。何が、喋り方はいいんだけど、うん、レオとカナさんは入れてないよ。え、ほんとに、一つって本もたまにさ、ね、本も滑舌悪い、え、滑舌じゃない、スマート一緒で、あ、聞こえない、うん、ボソボソ言ってる、やっぱ一緒にいる時間が増えたから、怖っ、やっぱマキコさんじゃない、うん、マキコで、マキコさんの声が一番、一番通る、通る、羨ましい、羨ましいも通る、そう、私も通るって言われるけど、自分では自覚してない、羨ましい、ありがとうってことは、やっぱあれですよ、うん、声出していこうぜに、うん、ぴったりな、ぴったりな、うん、ボイス、ボイス、いいね、ぴったりじゃないってこと、今そういうことだよね、あ、地雷、あ、踏んだんじゃない、うん、あこれめっちゃおもろくないですか、それどこにも、それ書いてないよ、まだ危ない、本当に書いてない、書いてない、本当に書いてない、本当に逆なんてだから、あ、こっちやろ、こっちやろ、え、でもそれクマちゃんって人、ね、違う、違う、違う、やめてよ、変な噂、絶対違う、どっちどっち、モデルがクマちゃんなのか、書いたのが違う、違う、違う、違うよ、どっちも違うよ、あ、わかった、鏡見ながら書いたの、うわぁ、待って、ちょっと、レオちゃん、これクマちゃんって言ってた、え、違う、え、これクマちゃんで、じゃあもうみんな何も知らないだ、最悪だよ、余計に嫌だよ、悪口言わないで、じゃあ今んとこやめてよ、この気使いが一番傷つくよ、いや、めっちゃいい、めっちゃいい、絶対私じゃないでしょ、めっちゃ、ね、これ、ね、みんな置いてきます、みんな分かんないよ、置いてけるものだし、どうすかわいそうじゃん、それから明日にはわかる、え、それもそう、明日知らない、わかんないけど、いつかわかるよわかんないけどね、いや、わかんないけどね、わかんないけど、わかんない、だからさ、怖い話するのやめようみたいな、で、うちらみたいな、でもさ、結構さ、ぴったりじゃないですか確かに、確かに、ぴったり、え、ほぼじゃない、ほぼちゃんだ、え、ほぼだったの、ほぼじゃん、ほぼだったんだ、そんな再現できたの、再現できた、そういうこと、え、もうそういう撮影してたあれ、分かった、最近流行りのやつだ、だからもう多分写真の撮影の時に、あー、TikTok やってたいで、それを AI 化したらダウンできたのかもしれない、あ、そんなのってなるほどね、お金かかったの、AI だ、AI、やってるもんね、AI ね、GPT とかね、うん、AI とかね、え、マジこれやばいと思ったら、うん、こうフェスティバルのやつで本当に安心したい、うん、これって見せられないね、でもあんまりフェスティバルですか、見せたことない、立ち位置表とか見せたことない、大丈夫、うん、あります、企業秘密、社外人、ね、そう、社外人、持ち出し禁止だなんて、うん、歌割りとかみんなが SP になっちゃうからね、確かにみんなが SD、確かに立ち位置表見たらみんなが SD になっちゃ困る、うん、だいぶ私たちが SD でいられなくなる、盛り上がる女子トークって書いてあるけど、楽屋いつもこんな感じなの、え、ドクターもこれぐらいだよね、大体こんな感じですよね、うん、割ともっとしょうもないのに食べてる、
本当もっとやばいことを喋ってる、うん、やばいってあの本当意味がないって感じ、うん、昨日さみたいな感じ、そうそうみんな昨日何してた、昨日って何してた、レッスンしてたよ、うん、え昨日ってレッスンしてさ、昨日さレッスンしてさ、はい、普通に夕方ぐらいに終わったじゃん、はい、下まやちゃんからさなんか夜ぐらいにさなんかスーパー行ったんですか怖え、でもスーパー行こうとしたの、はい、でね、言ったじゃんね、ファンの人にもスーパー頑張って行ったんだよって、うん、なんだそらしんどかった、めちゃくちゃ疲れてたの、あ疲れてたので気力なくてスーパー行ったの、はい、でじゃあ頑張った、偉いでスーパー行ったよって言ったら、うん、なんでしょ、石鹸つけたまま、違う違うそれは石鹸つけたままちょいのって家帰っちゃったんだけど、めっちゃおもろくない、え、じゃあ上着着た、これこれ上着着た、あやばい、ちょっと前ね、ちょっと前、先々週ぐらいのリハの時にも疲れすぎて、やば、あの詰まってた時ですよね、そう多分、うん、もう疲れすぎて、うん、気づいたらこれ着てこれ着て帰って斎藤チャリ乗って、やだ斎藤よかったけどスーパー行かなくて、それスーパーは行ってない、スーパーはよかった、えでスーパーは何だったの、スーパー行ったん、はい、でしんどいなと思って疲れたけどご飯買わなきゃと思ってスーパー行って、うん、言ったらまやちゃんから夜にスーパー行ったんですかって言われて、うん、行ったよって言ったらなんかエモジ、エモジ5ぐらい送られてきて、どういうこと、分かんない、なんかスーパー行きたかったのと怒ってる、でも何の意味もない、トマト買ってたんだよ、ケニマエロ買ってあげたんだ、え知らなかった、うん、なんか別に知らなくて、え買ったって言ったら来ると思ったからやめた、いや言ってよ昨日はほのちゃんといた、なんかあった、ほのちゃんに楽しいゲームを教えてもらった、あ違うわ、違うわ、昨日だよ、昨日、それもまた、それもまた二人で寝たよね、うん、たまたま、どういう人だそうだよね、ちょうどマイクさんと合流しました、そうだそうだよ、え、ロボユニクロの後でしょ、うんうん、なんかこの前エレベーエスカレーターで上がってきた、そうそうそう、びっくりやばいじゃん、そしたらクマさんとレオナさんが来たの、ね、なんかめっちゃびっくりしちゃった、ね、普通に怖かったもん、普通に街中でも会いますよ、そう、なんか、うん、なんで逆にみんな会わないの、うん、みんなと会いたいのに私は、ほっ違う違う違う、うんこみたいなって、ほんと私はみんなと会いたいのに、行った後にこうだよ、ごめんなさい、ごめんなさい、今の嘘の場だった、違う違う、なんかしかも自分でさ会いたいのにほっって何、何ほっぽっぽちょっとメイクしてる時になるんだけど、うん、基本メイクしてないから、だって昨日の、昨日あった、あ、じゃあ一昨日あった菅原農家みたいな感じえそうだよ、ね、あれは農家だって農家だった、マジで結構気づいてなかった、なんか農家の人が悪いって言ってるわけじゃなくて、マジでガチ作業、なんか草むしりするお母さんで、うんうん、UV カットパーカーをここまで締めてフードかぶってんのに上からバケハかぶってたらまやちゃんには思えないよね、普通に第三者から、うん、何それみたいな、えでも本当にその時ちょっとアイドルの私の話してるのがね、お手洗いに、うん、でそのマスクもして帽子かぶって、うん、でお手洗いで出たら、うん、多分並んでた女性の方がブッて絶対男だと出てきたすぐあれがなって、え申し訳ないと思って、うん、その時ちょっと厚底のサンダルも履いてて、帽子がすっごい重なされてるからめっちゃでかくてもう男の人やと思われた、男子トイレ、女子トイレに男性がいるって思われた、だからすいませんって謝って出てきてたの、え、ちょ、中にそうなの、中にでも外に出てきた人もごめんなさいってすごい反応しちゃったの、どうしたの、なんか規制だけどこの世界行ってんの、ちょちょちょ、星くれたから嬉しいね、すごい、なんか流れ星みたいな、え、そんな星それ、ん違いますよ、あ、持ってるやつ、うん、なんかこれそれ可愛いけど、なんかそれちいかわだって知らなくて、何これ、メタモンじゃないの、そう、メタモンだと思ったんですよ、どれ、ポコちゃんがくれたんですよ、可愛い、今日壊れた、え、壊れたじゃない、今回壊れたね、マジで怖い、ほんとに何かほのがめっちゃ気に入ってる刺繍があったんですよ、うん、ハチワレのやつがあって、ああはいはい、ここつけてる、そうそうそう、しかも出ないんですよ、なかなか、うん、その
に、なんかまいこさんがちょっとちょうだいって言うから貸してたじゃん、こうやって貸したらブシッおっおっおっもう立ち漏れがかわいそう。まいこも髪結びたくて伸ばしたの、うん、そしたらブンただでさえ八割シュシュになってこんななのにマジで布だった、すごい切れちゃったの勢い余って、布を溶かしてた、けどなんかわざわざまいこさんがそれをなんかメルカリで買って、ガチャガチャは出るかわかんないじゃん、もうそうだからメルカリで買って返してくれたんです、届けてくれた、優しい。え、この前でも優しいかわかんない覚えてたの、まあそうだよね、こうなったの、でもわざじゃない、わざじゃない、すごいなかった、思った、だってホノだったら謝って終わるかもしれない。ホノはガチャガチャしてるよ、あ、逆にガチャガチャ好きだから、そう、家にでも昨日、一昨日だっけ、一昨日ガチャガチャしたら30、うん、あれ、そう、そういうこと、3回やったら3種類って、え、すごいじゃん、買わなかったんだよ、すごくない、めっちゃ可愛いやつ見た、あと昨日のゲーセンもすごくない、昨日ゲーセン行ったんですよ、普通に夜帰ろうかなみたいな時にゲーセン行きたいなみたいなって、ゲーセン行ったらなんか新しいチーカオがいて、うん、でそれめっちゃ可愛いんですよ、新しいチーカオって、ね、本当に欲しくて、なんか新キャラ、新キャラ、新キャラ、そう、でもマジで多分入荷したばっかで、ちっちゃい、でかい、バカでかいやつ、あのクレーンゲームってこと、そう、で、うん、やってるやつで、うん、それをやったんですよ、うん、500円入れて、やったら2回で、うん、すごくない、あの、おくるみめっちゃ時間かかったのに、そう、2回で取れたんですよ、すごい、確かにおくるみ。おくるみはマジで、おくるみはマジで時間かかってる、取れたんだっけ、あれ結局取れましたよ、じゃあもうなんかお兄さんができるし、うん、同い生の人が諦めてったんだよね、何おくるみ、なんかあの VS パーク行った日に、うん、隣にゲーセンがあってVS パークで散々遊んだくせに、うん、ゲーセンもいたのね私たち、うん、でその時になんかほのちゃんが最近新しく出たなんかそのぬいぐるみがある、うん、こう車ってるなんか赤ちゃんみたいな、うん、どうしても欲しいって言って結構ずっと言ってたよね、クレーンゲーム、あれチーカワのやつで、お兄さんにこれどうやって撮ったらいいですかって聞いて、そしていろいろ教えてくれて、うん、最終的にマジめっちゃ撮りやすい感じにしてくれて、本当に撮れなかった、でも結構やったよね、そう、あれに一番時間かかった、お兄さんが棚からもう一個出してもうなんか、って触ったら落ちる、で触ったら落ちるぐらいの位置にもうグラグラのとこに乗せてくれて、で、スイッてしたらペッて落ちる、で本当に優しかった、で隣で同じ、ね、そうで隣で同じように、うん、めっちゃ頑張ってる女の人がいた、同じ台で横に並んでて、でその女の人が途中でいなくなったんだけど、うん、なんか気づいたらね、ほのちゃんが撮れたタイミングぐらいですれ違ったら、うん、私も撮れましたみたいな、二人でなんか、うん、イエーイとか言ってきて、わざわざ話しかけてくれた、ずっと言い過ぎて、二人で仲良くなるよね、そのクレーンゲームになってる人、うんうん、確かに、よかった、でも菅原もこの前、店員さんに喜んで話しかけてありがとうございましたって撮れたよ
で、どんちゃんがどんちゃんめちゃ喜んでた、うん、どんちゃんがパッてね、目離した隙にほのがさ、でっかいミッキー持ってるからさマジかっこいい彼氏みたいな分かる確かにえ、でも一番やばいのはマイコさんだよマジで、あの、金だけ入れてでなんか、あの、馬やってたんですよ馬のガチャ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 おー、どんちゃんが、ミニガチャガチャねそう、ちっちゃいやつであのクレーンゲームで、あの有名な馬のぬいぐるみキーホルダーみたいなやつがどんちゃんがこれ欲しいって言ってでも全然できなくてゆるいんだよねそうちょっとやっぱアームがゆるいからでお金だけ入れて欲しいって言うからでもできないのだからほのやってってでも本当にお金だけペッて入れてでもマジでマイコさんが欲しいものじゃないんですよ違うよどんちゃんが欲しいやつをマイコさんのお金でほの欲しいやつって言ってほのやめようかなみたいないつゲーセン行くえオートチャージだと思ったでもマジでオートチャージだったマジで見てもおい両替したからでも人が欲しいものなんかお金あるよみたいな感じで入れてこないモノもそうだよマイクが欲しいマイク欲しくないマイク欲しくないものまでさマイクさんのために撮りました何撮ったなんかアクリルスタンド時間かかりそう推しのアクリルスタンドあるのにあるのに全然あるのにどうしたいのアクリルスタンド連れて歩くしかないねクレーンゲームは楽しいでしたよねいやゲーセン増えたよね確かにゲーセンとガチャガチャってめっちゃ増えたガチャガチャ多いですよねなんでガチャガチャすごいめっちゃある珍しいよガチャガチャですか今日なんでいいでいいやつだやば300円高いですもん昔100円とかじゃなかったそうなんかもともとはなんかアメリカから来たらしい当時10円とか20円で始まったらしいんだけどなんか今はそのミニチュアとかそんなんがこう大人の子供心をもてあそぶあくすぐるもてあそぶ言葉違いすぎちゃうくすぐるみたいな感じでみんながやっちゃうっていううんだって私これもガチャガチャですよでかなの何それ畳んで入ってあったのえこれはあそう畳んで入ってたんですけどえでかっこれめっちゃでかくないレオンさんの顔よりでかいそうこれ充電器入れにしてるんだけど、はい、え充電器ってかまやちゃん小顔小顔私がなんかこの間あの3人でなんかタピコ飲みながらレオンちゃんって小顔出るって話したえ、うん、そんなことなくないですかちっちゃい顔でかいですよちっちゃくはないなんか顎が長いそれ何から始まったんだっけ何だっけあれホナだ多分そうって痩せたら顔ちっちゃいんかな私から広がったんですよ何あの人顔ちっちゃくないあの人顔ちっちゃいんだ話になってグレオマさんが出てきたおもろいんだけどさっき旗があってさ喋ってたの本当だね本当だなんかまやちゃんなんかチーム員の集合写真見てなんかまやいつもよりちっちゃくね顔ちっちゃくね言ってて、うん、なんかそしたらなんかまやちゃんがなんかいつもでかいってことえぇ、何やって言ってそしたらめっちゃ焦ってなんかそんなこと言わんかったんだ自分がちっちゃいよね自分がちっちゃいからさハタゴンしてちっちゃいよハタゴンしてハタゴンちっちゃいそう言えるんでしょ、うん、だから自分がちっちゃいと思ってるけどちっちゃくないって思ってるとかマヤちゃんもちっちゃいけどねマヤちゃんも別にちっちゃいって首長いし、うん、そう首長いマジ羨ましいパタコはなんか座るいつもちっちゃくないって言ってきたからなんか煽られてたいつもちっちゃいけど実はパタコにホノがなんかホノもそうやって言ったら、うんお前早く食べろ大きくさせようとしてるよだから大きくさせようとしてるよって思って顔を大きくさせようとしてる大きくさせて自分目立たなくさせようとしてるしてたあれはねえほの顔ちっちゃくなったらどんなでもさほのちゃん痩せたでしょうんいやいや今日ほのちゃんほのちゃん履いてんのってぐらいめっちゃ短い短パン履いててでも足で足めっちゃ細いそう足は細いんですよ足は細いんだ足でもめっちゃ怖ってこの前何ノブ自身ってなんかいろんな服着るじゃないですか、うん、でなんか足は細いと思ってて足だけは、うん、自分で自信なんかブーツが入んないマジでこっから上がんなってえでなんかみんなでマジでびっくりしたなんだから石尾さんに足だけは細いと思ったんですけどねって言ったけどだって多分ニオマルとかが履いたんじゃないあ、編み上げのブーツだと思う
もうレビッチだったんじゃない、うん、前に入ってた人が。だってさ、エルちゃん。でも名前見たら、名前見たら鎌田って言ってた。ごめん、笑って、笑ってダメだよ。笑ってダメだよ。笑ってダメだよ。いや、でも普通に考えて、身長的に鎌田の方が身長も高いはずだから。そうだよ。鎌田、足細いもんね。あ、でも確かに鎌田も足細いもんね。確かに。あれは別に、ナッキーさんが入ってるわけじゃないじゃん。あ、確かに。ナッキーさんの誰かが締めた。オリジナルメンバーがナッキー。そうそうそう。だけだから違うんだよ。てかさ、網焼けだったら多分誰かがギュンギュンにしたんじゃない？わかるわ、ギュンギュン、あれ変わってくる、紐でも。あるある。網焼け緩める方が良かった。私これでナッキーのフォローしてるからみんな。ナッキーのフォローしてる。マジで、でもなんか、え、あと何週間ですか、初日。え、もうあと3週間。3週間。3週間やば。3週間って。3週間とちょっとじゃないですか。だって、あと、今月がもうあと1週間ぐらいでしょ。うん。え、確かに。わ、そうだよ。今日22だから、23、24、25、26、27、28、終わるわ。30まで今日。でしょ？だからあと1週間、だからあと3週間ぐらい。何それ？首がってこと？ああ、あやめろやん。アップル？アップル？アップル、そんな、アップル。意識して見たことなかった。でもあれは悪い、なんかみんな並んでるんでしょ。やばいじゃん、一列で。これしゃれないね。いつからやってたの？え、初日のゲネプロで。マジ？ゲネルそんな気持ちで見てなかった。かわいいな。かわいいな。かわいいからこそだよ。顔がかわいいから。こっちも笑っちゃいました。いや、マジすごく首すぎるわ。現代の子だから。ちょっと、定期的にこう上を向いてくれる。でも、さなちゃんとかマジ姿勢綺麗。マジ綺麗。マジで綺麗。かほりんもそう。かほちゃんめっちゃ綺麗。え、食べよう。え、もう痩せなきゃ。え、だって3週間とかですよね。はい。そうやって痩せれるのか。でも最近なんか筋トレしてんじゃん。昨日ぐらいから急に。してないっしょ。え、みんなでさ、ストレッチの時間で。まさかのとまやちゃんが。あー、それも。見てる。見てるだけ。ご飯食べながら見てる。横に入れてるの。走ろうよ。この間走んなかったよ。したい。走りたい。やめず。多分すぐやめず。いやでも無理よ。このレッスン量で走るの足したら死んじまいますよ。でもなんかストイックに生きてみたいな。じゃあ一緒に歩いて帰ろう。やな顔。どこに？走る。家隣同士とか違うよね。同棲してる。同棲してる。同棲してるの？もうどこは？三つなのに。やばい。グループ内でやめて。三つだった。怖い。やだね。いや、でもさ、なんかほんめっちゃ思うんですけど、なんか、なんか誰だっけ？なんかマネージャーさんになんかもうちょっと顔奥にして、多分困ってたから。だけど、本的にはそういう普通だったじゃん。だけど、これ以上言ったらさ、なんか、わかる？え、わかる、めっちゃわかる。めっちゃわかる。これ、で、なんか、あるらしいよ。こうやって、下ろして、こうやったのが、なんか本当の位置。こうやってやって、こうやってやって、下ろして。でも、顔一緒だ。変わってなかった。なんだっけ、なんだっけ。なんだっけ。あるよね。何がこう、だから結局こう立っててこうこうなってるとして、こうやってするだけじゃダメみたいな。こうやってなってたと後ろに下げて、首はどこ？けど首こうだったらどうする？首がそうなってる人って腰が曲がってるんだって。もえ、反り腰。うん。え、てかこの腕長い最近。最近って何でもない。最近ってなんか、なんかこの前。じゃこの前ずっと長いって。あんた長いよ。ね、妹が日本代表見てたんですよ。うん、で、サッカー最前で見てたから、ちょっとテレビ映ってて、おで、なんかこうやってやってたのに、なんか腕が短すぎて、なんか、こんな感じに見えて、腕がマジ短くて、うん、だから短くねみたいになって、家族でみんなで、こうやって手の比べっこかいしたの。じゃあ、ほうが一番長くて、ほうが長いよ、それずっとだよ。ほうちゃんね。ほうがずっとだよ。え、ほうマジで。いや、ほうちゃんは身長の割には、腕がね。で、マイク入れて長いよ。
長いと比べたい。なんでマキコさんまず今日のナンバーワン切るのマキコさん長くないよ。長くないじゃん。ローナでも別に長くない。でもローナさんがマジで長い。それは身長でしょ。身長ちょっとローナさんと比べたい。あそれでもな同じぐらいか。長いと思う。もうあれ思い出しちゃった。何？え覚えてないの？どれ？ここではできない。ああやばいわ。やばいね。それ長いよね。長いよ。羨ましい。長いよ。見てほしい。でも早撮りぐらいしてくんないと一応間に合わないから。いやだよ。おお。でもすぐあれレオナさんより長いんだよ。えそう。いいの？やって。すぐあれ身長的にレオナさんの方が。肩の位置合ってないんじゃない？靴下の靴脱ぐわ。繋がつけてよ。でも身長はレオナさんの方がでかい。高い、身長高い。でも腕は前ちょっと長いです。長い。長いの。長いの。違うもん。だからキモいんですよ。すごい。あと2センチぐらい。いいの？うわ。あ。うわ。一人でやってる最後。はいはい長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 い。私の方がついてかいの。ついついつい。つい。何の話だろうって思ったけど無視しちゃった。なんで。私の方がついてかいの。ついてかいよ。ね今みんな何時？何時ですかみんな。あ待ってアプローチしてた。今ね、9時もう1時間くらいしてる。9時2分なんだ。なんだあ、それは嘘かな。私どんぐらいやってる？何時からやってるんだろう。覚えてない。全然やってないよ。まだ時計する意味なし。まず30分くらいしか喋ってない。喋ってない？本当に？うん、もうちょっと喋りたい。誰か教えてください。だって私たちが帰ってきたの8時ちょっとぐらいじゃないですか。過ぎてだよね。8時10分とか15分ぐらいだったから。え今日めってもっと早く終わると思ったの。結構もっと7時超えしてたっけ。7時超えてたよ、うん、7時15分、うん、6時ぐらいに終わると思ってたんだよ、ね、全然、うん、やっぱ遅かった。で飯食ったからね。何時からやったんだろう。でも4時半からやった。あそっか4時半からやって意外とかかったんだ。かかった。やっぱ久しぶりだったからじゃないの、うん、みんながみんな忘れてた。中2曲に出なかったからみんな。確かに、うん、確かに。もう頑張って。いやマジで忘れてた。マジでやばかった。マイクさん。マイク。何それ。だって。なんか囲まれてたよ、ね。本当に。なんか一人で。8時24。え？え？違う違う違う。違う違う。なんか始めた中間になった。レオンちゃんは8時7分からブランクある。私は何時から始めた。あ、菅さんがもうすぐ1時間。私も多分そろそろ。今は無駄にだってご飯食べて、うん、あ、パスワード知らなかった。あ、そう、パスワード知らなかったから聞きに行ったもん、うん、めっちゃ面白かった。パスワード、LINE が返ってこないってずっと言ってたんですよ、うん、じゃあ聞きに行けばよくない直接っていう。確かにそこでもね。でも行ったらいたの。早いやん。でもそれも遊べて気まずいよね。なんか地獄ついてないのって聞きに行ったの。行ったら突撃やん。行ったかちょっと気まずかった、うん、そしたらマネージャーさんが今日撮ったフリブイ見てたらしい。そう見てました。あ、ね、見てた、はい、確認してくれてた。確認してました。今は休憩まだです。あ、今日はもうレッスンないです。終わりました。終わりんちゃん早くフリブイ来ないかな。え、終わったから。今日ってめっちゃフリブイ、ね、うん、めっちゃフリブイ好きやん、うん、そうです。フリブイ大好き大好き。え、だって帰り道でも見てたもん。へぇ、めっちゃ好き。大好き。確認したじゃん。いや、もうさ、だって間違えてるかもしれないじゃん。全然、まあ、間違え自分でわかるやん。間違えたけど、で合ってんのかなみたいな、うん、絶対的に見た時に自分合ってんのかみたいな。合ってなかった。ちょっとどうしたらいいかが、いいと頑張れみたいな。わかる。フリブイすぐ見ちゃう。ポテチ、これあれです。なんだ、夏の梅。梅じゃん。違うの。違うの。違うんだ。夏に出てくる梅の。夏のポテチ。夏ポテチって書いてある。食べる。夏ポテトかな。じゃあ、千秋楽の MC のお題を決める。忘れてるだろ。え、八人 MC だよ。すごい。もう後半だった。そう。そんな、それ本でやる。そんな
別にもう、もういいよ。前半だろうが後半だろうが別に。私前半だ。あ、そうなんだ。え、でもだってそうだよね。熊さんのポジションってさ、全部後半、前半ですよ。全部前半なの。あ、全部前半なんでいいの？前半で、12人と12人だけ後半に行こう。なるほどね。うわ、そう。じゃあいない人がいるんだ。まえちゃん後半でしょ？どうかな。ヨンさんも？前半。ああ。でも私は、私が始めたんですよ、あの意味わかんない、なんかバス、なんかドライブとかを始めたのは私なんですよ、カラオケとか。じゃあ、どっちも出ない。あ、そうだ、友達とカラオケ行きたいって言ってたから。本当になんかやばいものを始めてしまったっていう自覚があって、あの時。確かに、なんか私みんな、なんか友達とカラオケ行ったことないんですって言ったら、後輩 MC のみんなが、じゃあカラオケやるぞって結構 MC でカラオケやってくれて、プルルオレンジジュース立ち込んで新公演も16人だから、うん、カラオケとかしましょう、うん、どういうこと？何か MC で MC で、でも分かんないじゃん、なんか、うん、あるの、あっちに MC があるかどうか私たちも知らないよ、知らない、うん、知らない、誰だからどうなるのか、多分来てるだろうけどちゃんと確認してないんだ、え、来てないよ、え、来てないよね、でも、うん、うわぁ何しよっか、何がいい、ハートのベクトルコーダーとかにする、それはちょっともったいなくないですか、もったいないでしょ、だって教えたってもう1回しか踊れないいやでも最後の1回にかけるかける、てかもう覚えてきてください、そうそう、覚えるのは必須、わっわっ、千秋楽当たったら絶対覚えてきてほしい、うん、ね、うん、当たった人で動画撮りたい、こっちからも定点撮りたい、いやどうやって撮る、まあ、GoPro つけないね、いい思い出たし、特定映像ですけど、なんかあの人が踊る映像、うん、欲しいかも、プレゼントするの、うん、ええ、ファンの人にプレゼントするの、え、いる、自分が踊った映像なんで、自分が踊った振り食いだ、振り食い欲しい、みんな振り食いみたいな、みんなエビが必要だ、みんなバージョンの振り、どうします、もし仮にですよ、え、ビッグアワーでめっちゃ入ったら、おみんなやばい、でもさ、チーム S とチーム K2 のオタクはさ、踊れないかもしれない。確かに。何それっていう。何そのだって、ハートのベクトルって何それって感じだもんね。みんなから言われたけど。なんでそんなに曲、やっぱ曲順的にも、やっぱ公演じゃ来てないんや、あれ。確かに。何それ、あんまりやんないですもんね。外でやったことないもんね。ないですね。これ、来たらすごいですね。面白い。全員があの踊りをするんでしょう。この間なんていい曲なんだけど、なんて声じゃ聞けないさ、スタンドアップみたいな、あ確かにスタンドアップ大好きなのに、公演でしかやっぱやんないじゃん、マジ難しい、え、それは何え、これじゃないスタンドアップ、スタンドアップ合ってる、え、すがるもそれだと思ってた、え、そう立ち上がれ、知らないんだよ、ちょっとあっちだと思ってた、何やっぱクールガール、デン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 、あ、違う、オーバードこれめっちゃツアーでもやっとったやん、ゲツダメだ、うん、ゲットも出るわ、うわ、最終ベル好きだわ、私も好き、うん、いいよね、てか、今日合わせして思ったけど、はい、めっちゃいい公演じゃない、フェスティバル公演、え、思っためっちゃいい公演、それだから、めっちゃみんなに言ってた、え、なんかいい公演じゃない、カホちゃんにも耳打ちしちゃった、うん、カホちゃんにめっちゃいい声だよ、え、ズララも言っちゃった、もんちゃんと、私もレオナちゃんに言ったレオナなんてもう泣きそうって言うなんか最後かとか言ってくれたけど、めっちゃいい声、これ将来はだから言っていい、うん、マジでみんなこれ揃いすぎてた、そうなんだ、でもほんと何かの時に思った、それあれだ、他のチームの曲やってから SK フェチバルみたいな、え、泣いてんの、時あった、うーん、ちょっと泣きそうだった、あはははは、うーん、あれで言ったら泣いちゃう、あはははは、おてっち、すいません、我慢できる、すいません、言わないで、言わないで、あの時でしょ、そう、あの時に、うん、なんかやっぱ他のチームの曲はあんまやらないから、確かにね、ちょっとなんかあれか、キャパとかやった時、キャパ愛を君に、その後に SK フェスティバル行ったらなんかもう時間がない、すごかった、でも言ってたじゃん、ちょっとこなれすぎてるからもうちょっと頑張ろうみたいなこと言われてたって、あー逆に、うん、そんなこと言われましたっけ、言われた、やば全然覚えてない
逆かな、違う、ね、そこはいつもやってるから盛り上がってるから頑張ろう。それはあれですよ、あの未来が目に染みるの方じゃないですか。どっちか愛を君にと時間がないやった後の未来が目に染みる。あのやっぱ2曲 があの頑張ってるっていうか体に入ってなくてがむしゃら感があるからね。そうかも、急に楽しくなっちゃうしね、こんなんやったら。そう、うん、そんなこともありました。いい公演や、マジでいい公演、ね、ファンの人が好きな、そうだよなって思っちゃった。うん、でなんか、うん、マジで早くやめたいって思ってた時もあったし、うん、長いから公演をね、聞き慣れすぎてさ、聞き慣れすぎて、うん、長いもん、本当に長い。なんかもう言っちゃ悪いけど、もう早く違う公演したいって思うのもしょうがないぐらい長い。6年なんて初めてだよ。多分初めてですよね。一番長いよ。エムスキャンで48の中で一番長いらしいですよ。小学生卒業する。それにないよね。同じぐらい通ってるみたいな感じだよね、毎日。なんか言ってんじゃん、高校生が争うだって。うわ、そうだよ。うわ、普通は長くても2年とか。そうですね、うん、3年とかですよね。なんか手綱とかもめっちゃ長いイメージあったけど、うん、全然やってなかった。全然やってない。なんかこう回数重ねてるだけで、制服の目とかも、うんうん、こう長期で続けるっていうのがないから、確かに、って思って、でだんだん終わるからより感じるじゃないですか、うん、結局、うん、え、このセットリスト作った人って天才？いや天才なのよ、あの人、ほんとに。大好き、大好き、また会いたい。元気、うん、元気かな。綺麗なハート、綺麗なハート、綺麗なハート、はい、裏返して、綺麗なハート裏返して、めっちゃ綺麗。マッキーさんが一番やばい。満足げだったの、めっちゃ満足げに。マネージャーさんにこの立ち位置持ってますかって聞こうと思ったら、そうなんですよ。で、ないよって教えてくれて、あ、ないんだって言うのやめたけど、その後にもう一回、マネージャーさん、立ち位置ありますか？みんな、ないよ、ないよって言って、でっかい声言ってんのに、え、聞こえてないよ。ちょっと、たぶん、でもあれは聞こえてるけど、なんか、確認したかったんだと思う。なるほどね。自分の声でも。ガンとかよ。なんなんだよ。向こうも喋ってくれてたから、多分。その武漢さんがね。ね、かわいいな。ほんとにかわいい。おかわいいといのさ、ラジオ明けのさ、レッスンさ。いや、わかった。もう、さっき夜中ラジオしてるじゃないですか。そう、深夜で。やばかった。あれはやばかった。もうだけど、マイキコさんがずっと。ラッキー、ラッキーこっち、ラッキーここ、ラッキーここ、ラッキー。なんかさ、別にマイコさんもさ、田畑さんもさ、地位知らないのにさ、ラッキーここ、ラッキーここ。空いてるもん、絶対ここ。あって、結構さまよってんラッキーずっと。けど、違う、さ、いるっているのに。歩いてる。ラッキーって分かんなくなったら、あ、ラッキーあるね。分かんなくなったら、普通の人ってなんか、あっ、ってなるじゃないですか。ラッキーはなんか、なんか、とりあえず動いてみるって動いてますよね。なんか、それも意外とポジション明らかに空いてんのに見えてなくて、見えてくる、めっちゃ立ってるとか言ってる。そうだけど、反対いいと思う。たぶんさ、なんか、めっちゃ最近思うのは、なんかラッキーさ、立ち位置見るの苦手。あの表情、全部、あの、新目にいるの。え、待って、え、ラッキー、うちら同期だよね。え、10年やってる。10年やってる。なんか、新芽の立ち、多分こうやって、うん、あ、まあ、確かに今年のところ行ったことある。いつもなんか、ん？ほんなもう、自分で来ているんだから、ほんなもう、そう、確かに、あの先生、特殊だよね。うん、あ、確かに、立ち位置の書き方がね。だけど、なんかいつも反対言ってる。セリフ書いてもらわなきゃいけない。ラッキーこっちどっち？ラッキー、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 すごい。そんなこと言ったら許されないけどね。許せないよ。大丈夫で言ってるから大丈夫ですよ。ね、でも私さ、そのすごいレッスン中もそのなんかラッキーみたいなのあったけど、うん、最後の合わせの時もさ、マジずっとやってんのに、ずっと合わせて、その1日それやってんのに、ラッキーだけ移動できなかったじゃん。サビとかも、うん、毎回、うん、なんかもうみんななんかもうおもろってきて、途中で、ラッキーこっち。
もうなんかね、多分ね、疲れてる、本当に、ね、普通に、そうね、疲れなんか普段だったら、疲れてそうなんか別に同期の、それこそ6期のライブのリハとかは、そんなこと意外とないよね。ないの、ないの、ないの。意外とないんですよ。うん、マジで、なんか、寝てほしいな。寝てほしい。練習してほしいとかじゃなくて、寝てほしい。寝てほしい。ゆっくり休んでほしい。誰か伝えてください。ナッキー、ゆっくり休んでくださいね。寝てください。お願いします。大変だよ、うん、おしゃべりしてんの、そう、笑いすぎた、ほんとやばい、いない人のことでこの喋ってごめんなさい、ほんとにいない人、すいません、わぁ、何なんか送ってくれた、なんか猫が送ってられていった、私もさっきからさ、なんかクマさんとか、ほんとありがとうございます、すいません、ほんと気使わないでください、マジで、ありがとうございます、ありがとうございます。いっぱい送ってくれてありがとうございます。ちょっと話に花が咲きすぎて、なんか無視してるみたいになっちゃった。もう出来上がってる。疲れすぎて、見えみたいになってきた。何、うん、お水飲みたい、うん、飲みたい。いいよ。見え、見えみたいな。いいよ、私これ自分の。今乗ってないけど、乗ってないけど、わかる、わかんないけど、本当だって言ってみた。でも、ハムちゃんもさ、なんか大体の人に喋って。そうだよね。いやでもこの前のマキコさんが一番やばい。なんで？マジでやばい。なんかココちゃんがさ、ずっと間違えてたんですよ。ずっと間違えてて、うん、でなんかココちゃんが、これで合ってますかって、長いから合ってる合ってる、ホヤが教えた、違ったからホヤが教えたんですよ。じゃあこっちだよ、違うじゃんココちゃんに切られた、違うじゃんって切られた、嘘ついてるやん、めっちゃ怒られちゃった。そうでも合ってたっぽかったじゃん。違う、全然合ってなかった。なのにマキコさんは合ってる合ってる。でかいでかい。違うやん。あいそう。失格。ダンスリーダーだって、しかもあれだってマジで合ってる。ついてる、筋肉は毎日筋肉苦しいもん、
なんか膝つきたくなくて、うん、あー浮かせる、ちょっと浮かせるから、うん、太ももにすごい太ももきて、あーなるほど、そうね、ダイエスやばそう、え、なんで言ったの、適当でしょ、これ浮かせてるわ、ほのと浮かせてるわ、だから独り言がさ、本当に独り言なんで、ほのちゃんって普段なんとかねぐらいで喋るのに急にだからなんかウェーってなっちゃうんだね、独り言喋っちゃうね、でも独り言、でもなんかまえちゃんの方がやばい、独り言はでもすがーなんでですか、もう独り言の独り言じゃんみたいなもんじゃん、確かに、 でもほのがめっちゃ最近思うのは、なんか一人暮らし、うんうん、一人暮らしのやつ独り言多いせいって思って、まゆこさんは多くない、多くないけど、まゆちゃんはなんか一人暮らし特有の独り言みたいな感じがする、なんか本当喋ってるみたいに喋るよ、そう、家でもやってんだろうね、一人で会話してるこっちもこっちもやってる、うん、あ、そういうこと、だって家族、あの実家住みの人は誰かに喋るもんね、うん、そっか、そうとか言って喋っても聞いてもらいたいけど、うん、それ別に家で一人喋ってない、そうそう、喋ってんのかな、気づいてないんじゃない、そうだよ、ふなのイメージでは喋ってそうだなと思って、例えばどういう時に、普通に、風呂入ろうかな、いや入んなくてもいい、入んなくてもいいって喋ってそう、喋ってそうですよね、喋ってそう、喋ってないんかな、喋ってないと思うよ、頭ではめっちゃ考えるけど、あ、でもそれが声出ちゃう、出てってそう、あ、そういうこと、うん、たまにそういう時があっちゃうみたいな、起きなきゃって時はめっちゃ出てると、起きなきゃ朝、もう起きなきゃ、あーって喋ってるってこと、うん、へー、今日喋って記憶ある、うん、起きなきゃって朝かわいい、めっちゃ黙々と食べてる、うん、もうない、早っ、ベンティーがない、何が、うん、食べたよ、もうてかマジ、クマちゃん全然喋ってないけど思った、大丈夫、うちらが喋りすぎだよね、クマちゃんってそんなキャラだったねやめてねやめてよ、あえてうちらが喋ってそうやって見せてるんでしょ、うん、違うな、あいい子だ、クマちゃん、この似合うよ、2000人の人に、本当はこれなのよ、ねね、本当マジあれなのにね、マジで、くまちゃんな、かぶってんだ、そうやって、明日バレるのにどうする、変な情報、変な情報、変な情報、みんなバレ、楽しみだな、くまちゃん眠いのかなって言われて、いや、いつもこんな感じだよ、私喋んないもん、ショールームで、ショールームじゃないけど、別に喋んないもん、普段あんな煽るくせに、うん、え、あんな煽るくせにマジ喋んないよ、ほんと人の話聞いて笑ってるだけ、ほんとほんと、一人でショールームの時に喋るでしょ、一人でショールーム、一人のショールームだと思って、やだよ、うちはもう一回静かに、一回、今視聴者こんな感じです、喋んない、喋んない、コメントに入ってみる、あ、そうです、あ、怖いじゃん、なんか喋るとか言ってた、そう、聞く側よねって、あ、そうなんだ、でも喋るよ、くまちゃん、めちゃくちゃ喋るときは喋れます、うん、息継ぎできてないもん、うん、でもたまりない、うん、スイッチ入ったら急にもブーって喋るときありますよ、そう、あ、けどコメントないと無言だよねって言われてますもん、でもみんなそうじゃない、そうだよ、見てんか、コメント、コメントして、あと口が開きがちって書いてあります、あ、ぼーっとしてる、うん、だいたいぼーっとして終わってるんで、なるほど、そうなんですよ、うん、絶対ないよね、あ、なるほど、なんかさ、この間リバイバル始まったじゃん、うん、あのメンバーが選んだみたいな、ほん、別人だったね、本当にやばいよてか、ほんマジで、なんか定点映像で復習した時に、うん、自分見つけれなくてなんか普通に見つけれなくて、なんかめっちゃ細いやつがおった自分のポジションのとこにこんな細いやつが私のポジションを踊っているって思ったら自分だったマジでってか、なんかそもそも、だからこそやっぱフェスティバルが6年やってるんだなってめっちゃ感じた、うん、え、本当にでも、それも思ったマジで、いろんな自分がいるもん、うん、普通に昔の方がやっぱ痩せてた、私もえ、すごいめっちゃ痩せてた、うん、私も痩せてた、え、でも全然見つけれるレベルじゃないですか、え、でもまあまあ確かに見つける、でも、もうありえないからえ、で、あとなんかデフォの髪の毛がおかっぱだもんね、あー、研究してヘアだった、普通に身長ちっちゃくなかった、
確かに。逆に高く見えたんだけど。え？細いから。あてながこう。なんか細いからなんかちっちゃく見えた。縦長効果出てるじゃん。縦長効果ナルピーとかいたんじゃない周りに。ちっちゃい子かな。ちっちゃい子かな。マジなんかちょっとあれを感じた。ポテンシャルを感じた。自分はだからやっぱ痩せたら顔ちっちゃいから。あ、なるほど。痩せたら顔ちっちゃいかもしれない。そう、ちっちゃかった。頑張ってみたいな。頑張ろう。やっぱすごいですね。昔のやつ見ると前で感じる。昔やばいよね。怖い。うん。ね。そう思うとマジマイコさんは、変わんない。なんか一回も別に下がってない、ね、だから一定レベルから下がらずに、うん、そう本当、うん、確かにでも29、23だもんね。あっちゃん、あっちゃんどういうこと、あっちゃん、え、あっちゃんじゃないの、何、まいこさんってあっちゃんじゃないの、最初、え、前田さんの話してる、うん、え、どういうこと、え、なんか最初ポストあっちゃんみたいな誰か恥ずかしいんだけど、違うの、違うの、どういうこと、お披露目の時は時はとかやめたって、披露目の時ポストあっちゃんじゃない、嘘だろ、違うんだ、誰情報だろ、え、マジで誰情報、日本だってそういう情報多くないですか、誰がポストあっちゃん、ガセ多い、ガセ多い、ポストあっちゃん、みんなびっくりしろえ、やめろ、自分の方もびっくりしてんだからやめろよ、そうなの、厚みって書いてあるんだろ、あ、違ったんだ、え、じゃあ誰がポストあっちゃんの、ポストあっちゃん、誰がいたってこと、え、いないですか、 SKE にポストあっちゃんみたいな言われてた人、今度マジ行かせて、ポストあっちゃん、何の話、 SKE にポストあっちゃんいたの、 SKE にポストあっちゃん、わかんない、じゃあ真夏なんじゃん、ダメだ、あー、真夏、誰か知ってるかな、うん、何かわかんない、見て笑いすぎで明日腹筋が心配ですから、いいやん、そうなんだ、マジでいつもこんなの、記憶違いやばい、記憶違いやばいよね、やばい、やばい、めっちゃ多い、なんか違ったっけ、うん、っていつも言ってるイメージ、うん、間違えちゃう、間違いとかじゃない、嘘で急に嘘、あたごやん、あたごマジで虚言癖え、なんか普通に、なんかレッスン終わりにみんなでご飯行ったり、そう、お仕事がみんなある時に、うん、お仕事の合間に、レッスン、お仕事の合間に行ったんですよ、あ、なるほど、とんかつ食べに行って、うん、で、なんかみんな普通に6時とか、うん、なんだっけえ、なんかその時が4時と5時か、4時と5時の人がいたんだ、お仕事の始まりが、うん、え、18時の、ああ、でみんなバラバラだったんですよ、で、なんかパタコンが私3時からみたいな言ってきて、うん、一番早い時間言ってきたから、うん、あ、じゃあ3時までには帰らなきゃいけない、みんな合わせたんだ、一番早い、うん、一番早いパタコンに合わせて3時までには帰ろうみたいな、うん、言って、でなんか2時半ぐらいになってから急いで帰ってきたら、なんかハトゴンが、え、誰が3時からなの、誰が3時からなの、なんでこんな急いで帰ってきたみたいな、うん、なんでこんな急いで帰ってきたのみたいな話がして、もうあのそこにミレイちゃんとかサンちゃんとかココちゃんとかもいたんですよ、うん、みんなで誰が3時からってあなたが言いましたけどみたいな、あんた言ったから帰ってきましたけど、なったよね。なのに、なんか、3時から言ってたよって言ったら、言ってないって。言ってないよ、私。3時からって言ってないよ。5時からよ、私。しかも5時、そう、5時から。私、5時からよ。言って、マジで怖くて、普通にみんな。それさ、今日、それさ、エレベーターの前で結構揉めてる、ね。そう、揉めてた。めっちゃ違ったのに、うちらがすれ違ったときにさ、あ、その時のパタゴンだよみたいな言ったら、なんかそんな消えとってやんみんなはさ、めっちゃっゆっくりしたよね、そうだよね、ゆっくり食べたかったのに、タピオカ飲みに行きたいねって言ってたけど、なんか3時からって言ったから戻ったのに、誰が言ったの、何かみたいなので、怖い、ミレイちゃんもパタゴンさん言ってましたね一番嫌だ、一番嫌だ、3時って言ってましたよ、ミレイちゃん言ってるから、なんか15時と間違えたんですよね、あ、なるほど、15時と5時間違えちゃったんだ、なるほど、ね、あ、なるほどね、マジで優しい、で、そんなでもさ、言った記憶ないのよ、マジで言った記憶ないのが一番怖いんですよ、だって自分でずっと何回も言ってた、何回も言ってた、まずご飯行く前に、え、みんな何時から、うん、大事大事、え、私3時、え、で、あ、じゃあ一番早いんじゃないみたいな、うん、分かったから3時、で、その後も何回も聞いたんですよ、みんな、え、他誰みたいな、何時みたいな、
サンジの人はパタゴンだけなんだねみたいな、うん、だからなんか早いんだねみたいな、パタゴンだけ早いんだねみたいな話をしたのに、うん、別にサンジの人もね他にはいるからそう別に、うん、だけどここではパタゴンだけなんだね、うんうん、早いね。だけど誰だよ。サンジ誰？自分で言って自分で切れてる。もなんか誰も別に聞いてなかったけど急にサンジ誰？なんで誰が早いん？怖いよね。お前だろって。お前だから普通にねだったし、なんか結局それでタピオカを買いに行ったんですよ。あ行ったな。まだ時間あるから。まあ、みんなでタピオカ行こうみたいになってなんかエレベーター降りた瞬間にやっぱり日傘忘れた、なんでなんで日傘忘れたって言い出して、うんうん、でもう一回エレベーター乗ってってでこの閉じる瞬間にあった腕にかかって怖いよね。まやちゃんが、うん、そう後輩組におごってて、まあ、おやじ先輩、うん、でなんかもんちゃん行った時は、うん、なんかほのが後輩組におごって、うん、でなんかはたもんが普通になんかそのノリでほのにおごられようとしてたになるから、うん、なんか許せるね。もうね結果おもろいんだよな。マジで面白い。そういう人いますもん。奇跡起こっちゃう。おもろいわ。別にイラッとしないところがハタゴンのなんかそう才能だと。まあ癒しやだもんなハタゴン。そう息整えてる。疲れねえもう。だから本面白い。面白すぎて。なんで本のさそんなさおもろい話に持ってる。持ってんの。うん。じゃなんか。ハタゴンもちょっとやばい。確かにハタゴン。ターゲットが一緒にいる人だってこと、うん、本当にやばい。ハタゴンとなんか本と一緒にいることが最近増えたから、うんうん、なんか喧嘩みたいになって、確かに言い合いしてるんですよ。なんかそのためにホノがその日傘、うん、でも違えた13時のことをめっちゃ言うんですよ、うん、あ掘り返すだからそう掘り返すから毎日虚言言い合いしてるの。ハタゴンそんなこと言わんとってって言うんでしょ。元気って言わなく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 て、マジでハタゴンと、ハタゴンと何歳のこと言い合いしてるの。だってハタゴン前から1個差とかで、確かにそうだ、そうですね。だからそれがいつもあるからおもろい。一緒にいると年の差もあってね。なんかすごい、そう思うとマジでマイコさんの落ち着きってすごいと思う。落ち着いてないじゃん、別に。確かに。
ぱでもすごいね、うん、いやでもなんか何ですか、アタゴン、アタゴンとは違います、だって嘘つかない、アタゴンも一緒だよね、うん、うん、一緒ですね、アタゴンはしかもなんか初期からなんですけど、うん、なんか普通に冗談みたいな言って、うんうん、なんか普通に嘘ついてネタバレしないんですよ。なるほど、それなんかたまにあるよね、マジやめっちゃそういうのが多くて初期の時、うんうん、私あの番組出るんだよねみたいな言って、みんなもうえすごっみたいな、えあれ出んの有名番組ね、そうそう、うん、で言って、花子はそれをなんかドッキリみたいな気持ちで言ってるけど、うん、なんかネタバラシが全員に伝わらないから、うん、なんかみんなみんな真実いつ出る、いつ出る、そうなんで、今日好き、ねえ、マイコ今日好き出るんだ、今日好き出る、無理です、今日には無理、今日には無理、テラハだ、テラハだ、大出を見つけた、もういいじゃん、出たね、ありがとう、気をつけてね、また明日、頑張ってくれてありがとう、すごい気を付けてずっとみんな気を付き出ると思ってた、疲れた、いた、もよちゃん気を付きの話知らない、多分7期だわ、じゃあ多分被られて、結構初期初期ってこと、マジ初期初期です、抜擢されたってことじゃあ自分が、うん、お披露目するかしないかぐらいの時に、そんな時にさ、どうやって気を付けてたの、そんな初期初期だったんだよ、多分あやめろとかもめっちゃなんか、え、すごいねみたいな、そうだよね、そうだよね、世代だから、うん、めっちゃすごいみたいになった、今何時、2じゃないですか、今ね、半、37分、あ、みんな40分になったら、2じゃないで始まるんで、お二人、はい、ね、お、二人なんだ、ガラは終わりにしたいと思います、え、すごい、カホリンの声がする、おー、ございます、ね、リーダーって、みんなタコありがとう、すごいなんかたこ焼きパーティーみたいになってる、えタコなんてあるんだ、なんかめっちゃタコだよね、うん、いっぱい金のタコがいっぱいいる、金のタコなんてある、金になったら疲れた、38分やばい、いや忘れたっけ、笑い疲れた、じゃあね、もう一回痛い、38分もう今38分、やっぱ被せちゃダメだよね、うん、じゃあまた再開したらいいんじゃない、あー10分後にね、じゃあ、まあ、みんな40分から公開だ、気をつけてね、バイバーイ、バイバーイ、みんなバイバイ、バイバイ、言ってていいですよ、お腹痛い、待って配信中なので、あ、そっか、疲れる、ほんと、いいじゃないよ、聞いてね、お腹痛い、私明日2じゃないよかも、あー明日23日ですよ、明日、うん、23、明日2じゃないよかも、今度2じゃないよ、行く行く行く方も行く、あ、行ってないだもん、うん、一緒、一緒の日、行きたいな、この間デクさんじゃないよ、さ、スペシャルウィークでした、電話出たじゃん、あ、はい、どうだった、なんか結構面白かった、え、面白かったです、あ、よかった、バイバイ、さすがです、え、なんか普通にスペシャルウィークで電話に行ってみたいな、初出し何、初出しなかったっけ、結構最初初出しニュースだったよね、なんかニックネームつけるに変わったの、確かに、あ、違う、あの、ハラちゃんのハラエモンって言ってたっけ、もっといっぱいいっぱい候補あったの、なんかハラロングフェア言うねとか、なんかいろいろあったんだけど、それにした、うん、そう、あの、お前さんに聞いたらずっとしたもうショールもしてない、いや、じゃあちょっと知ってるよ、あー、ほんとや、ほんと面白い、じゃあちょっと私も終わろう、じゃあみんなありがとうございました、いいね、バイバイ、いいじゃないよ、聞いてね、いいね、あ、ちょっと待って、スクショ撮んなきゃ、今、何時、そう、レオンちゃんいつもスクショ撮ってるイメージ、今、40分始まりました、いいじゃないよ、やばい、うん、ショールームで集合写真撮りたい、今日ちょっといつもの iPad じゃないんで、あの、あれ、サンジャナイムのジングル、サンジャナイムのジングル、すごっ、初めて、もう一回、あ、ちっちっちっ
誰も聞いてない。マイクを生さんじゃないように。明日の配信も見てください。マイクを生さんじゃないよ。もう誰も聞いてないよ。誰も聞いてない。誰も聞いてないよ。誰も一足す一足す一は誰も聞いてないよ。本当おもろい。ちょっと笑いすぎて熱いわ。スペーさんも本当笑いすぎて。おもろいな。でもなんか、この間ゼロ時放送されたじゃないですか。ああ、第1回。そう、あのチーム対抗ナイト、うん。あれ見て、お母さんが炎で死ぬほど笑ってた。嬉しい。みんな炎で死ぬでしょ。うん。長いたかった。だって私、お風呂、あの録画してたから、後で見ようと思ったんですけど、うん、お風呂入って出てきたらお母さんに、ちょっとゼロ5時本当おもろいから見なって言われて、なんかわざわざ出演者に1から全部見せるって。知ってる知ってる、見てた見てた。じゃあ BTS じゃない TBS か。やばいそれはやばい、国際問題。問題じゃないよ。似てるよね。ジングルええてもう。怖い。BTS チャンネルだったらいいな、それはそれで。確かに。それはそれでだけど。BTS チャンネルね。あ、何言うかもう吹っ飛んじゃったよ。忘れてても TBS からおすすめないよ。もう。なんだよ。あ、忘れちゃった。もうないだ。何の話だったんだろう。似てるといえば似てるって言われた。違う、そういう問題では。そういう問題では。ではやばい。こんばんは。こんばんは。急にショールームテンション。こんばんは。初見さん、こんばんは。初見さん、こんばんは。うん、美味しそう。スタバの28日からの新作。え、何ですか。美味しそうだよね。ライムなんちゃかみたいな。ダメだ。コーヒーエイドクールライム。ダメだ。ラッテ、スタバさ、スタバックスラッテがさ、おかわり安いみたいな。あ、2杯目みたいな。そうそうそう。え、無料なんですか。うん、安い。あ、怖い。怖い。でも確かに、マイコさんと行けば無料かもしれない。マキペイでしょ。マキペイペイでしょ。マキペイ。マキペイ。マキペイね。この写真撮ろう。またもちゃんと。じゃあも撮ろうよ、じゃあ。それいいね。だってまだ配信してるじゃない。もうネオジ配信撮る。ちょっと待って。3人でばっか撮っちゃってさ。なんでかな。なんでかな。今日もさ、レッスン始まるから3人撮る。なんでかな。なんでかな。じゃあ3人で撮ってたんじゃないよ。クマちゃんと私で撮ってたのに、マイコさんがなんでって入ってきちゃった。なんでって入ってるよ。いやー怖。お前が畑の今撮ってるのも入ったっけ、マイコ。うん、昨日ね入ってきた気がする。で、菅原もドンさんとツーショット撮ってる時入ってきた。あ、それだわ。あー、やっぱり映りたない。でもなんか映り込んできたのよかった。まだ1個も使える写真なかった。そちらの顔が。じゃあスキピにメールしよう。スキピ？スキピにメールするの？メールにしてるんだ。メールのメール。メール派。あ、普通のメール。iPhone メール派です。あ、そうなんだ。そうなんだ。スキピも嬉しいじゃん。今日の夕ご飯は。ご飯は。教えちゃうんだ。全部言っちゃうの。スタバなの。それ言って大丈夫？あなたは何食べたのかな？だからパーセントパーセントね。おお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 。今日喋ってるか。おお。おお。おお。あと戻れない。申し訳なくて。
もう遅い。だってみんな知ってたんじゃなかったんだ。戻れないよ。知らないよ。知らないよ、みんな。撃ってきた。撃ってきた。撃ってきた。足りなかった。パーパーデンパーパー。パーデンパーになってた。それいかんね。ちょっとダメ。パーパー。そんなになっちゃう。パーパー。考えない。ごめんなさい会社。間違いない。もう遅いっすよ、ダメだ、うん、まだまだまだ、でも完全体はだって完全体来た。完全体来た。完全体来た。バイバイ言ったらもうそれになっちゃうから。完全体はダメだよ。なことない。でもみんなびっくりしてだって思ったでしょ、どういう仕組みかなって。みんなもう言わない、もうだめ、もうだめ、もうだめ、今ほのと、ほのはスキピとメールしてるいいな、いいね、いいね、みんなほのもスキピになりたいかな、みんな、今からで間に合うんじゃない、今からで間に合うんじゃない、ほののスキピになりたい、いいね、スキピになれる、300円払っちゃう、私推しのメール。なんかくまちゃんのさ、あのソロコンの写真めっちゃいいね。本当？ SKE の公式のインスタ。え、見たい。どう、ありがとう。あれがいい、戻ろうかな。写真が。SKE。あれの髪型が。48じゃん。これいい、あのだらしないの。お、嬉しい。やった。本当だ。あ、疲れた。これやってる、これジャケ写やん。え、見て。これマジでジャケ写みたいな。え、スタートめっちゃいい、それ。これ違う？違う？見てこれ。お、可愛いね。本当だ。すごい。マジアイドル。疲れた。可愛い。めっちゃ可愛い。もう1時間ぐらい？いや、なんか40分だけ見えたんだけど。それマジで欲しい。これいつから？塗りなよ。ガチャガチャからだ。あ、え、ごちゃごちゃ？ごちゃごちゃ。光るだけ。光るだけ。光るだけ。ごめん、足踏んだ。長いからね。ごめんね、足持っても長くて。急にネガティブなんだよ。ああ疲れた。デグ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 。あ、1時間撮ってるよね絶対。撮ってるんじゃないですか。1時間30分くらいって言ってますよ。あ、本当。逆にね。やっぱみんなさ、やってほしい感たまるんだよ。あ、言わないんだ。なるほど。でもさ、あのショールームのさページ行けばさ、何時から開始みたいな出るよね。そうなんだ。でも終わってからじゃないと見れないんですよね。あ、そうなの。そうなんだ。あっという間だった。ま、今日22分からだったって。8時22分からやってるよ。瀬田くじそうだよ。え、見た？え、では18時に解禁されたはずなんだけど。え、何が？瀬田くじの中身。おお、見たい。見たい。見せてください。見てよ、そっちの方に。今無理。無理だ、こっちだって無理だ。え、なんで？こっちだって無理だよ。見よう。え、だから中身見たんだっけ、みんな。教えてあげてくださいよ、A 賞から。え、でも待って、行こう。いきます。はい、でも自信作てか、あのサンプルページ頑張った今回。そんなことできるんですか。うん、でこれほなの見たって。いいよ。今日は可愛いから。ウジプラ。ウジ。このストレートになる。疲れた。え、本当に？あ、出てきた。え、シークレットなってる？なってません。いざつはシークレット、シークレット、シークレット、シークレット。A 賞1ヶ月密着映す、密着するんです。マキコじゃないよそれ。え、マコさん？あ、去年買った。え、てか衣装のアクストイン。何密着するんですか？え、それ去年でしょ？去年でした。去年は衣装のアクストイン。衣装のアクストイン作った？作れたんですか？いい前だった。あ、帰省する。あ、そうなんだ。いいな、可愛い。笑った。あ、これだ、来ました。新しいやつ見つけた。やだ。何？ A 賞、お手紙職人からあなたへラブラブレター。初めて書くお手紙なんてファンの人に。B 賞、待望直筆サイン入りデコチェキ。チェキね。 C 賞、今年も一人で取りに行きます、ピンプリ。D 賞、たくさん連れ回してほしいの、アクリルキーホルダー。いや、アクリルキーホルダーどっちに出る？1個シークレット。あ、シークレット。すごい。そんなことできるの？シークレットに。ステッカーかわいい。見たー。ステッカーかわいい。衣装5種全部集めて。めっちゃかわいい。書いた、全部。めっちゃかわいい。え、これチビ？あ、そう、チビ。それね、周年の時、14周年の時に出したやつから引用してんだけど。
そうちびこはこのスタンドと一緒なんだっけスマホスタンドこのなんか色の付け方このふわふわ感かわいいよね見たいきなこも一緒に作った時に作ったんだけどこれこれこれこのちびちびだからちびでもでか違うちびねでかってちびだからこんな顔でいやもうちょっと見かしてるごめんちょっと見かしてるカービィの方が似てるかもこいつだってカービィあ28歳の思い出ライブが来たやんチークやつはだって出てないの出てないの隠れてるハテナでもなんかこれあれっぽいよね、うん、分かったいや分かんないけど分かんないけど分かったじゃあほんと解禁できない服だからあれでしょうんあれの衣装だよ多分あー、うん、何の衣装見たいえ、もうポーズとあの、うん、シルエットで分かるあー、でも俺なんか自分撮ったらいいって言われためっちゃいい、うん、衣装いいんだこれは欲しいやつ欲しいの衣装いいんだあ、いいってシってかやめてシーだよ確かにねまあまあね楽しみだなそうあれガチャガチャしてみようかなうんなんて。うん。ステッカー欲しい。ステッカーだったらあげる。なんで？自分も欲しいですよね。でも自分も欲しいけどサンプルスタートのプジプラはもらえないじゃん。もらえない。ファンの人がたくさん回してくれるからくれたりするんだけど。うん、ああなるほどね。そうそうそう。そういうことか。じゃあマイコさんの手紙職人からのラブレター。くれないかな。くれないかな。全然いいです。私困るわ。ラブレターはいい。でも。ね、書いたことありそうなコーナーにも書いたことあるしえあるわだよねあるよ、マイコちゃんとえとか言ってるのあるマヤちゃんもあるよあるよレオナちゃんもあるよえ、クマちゃんはないかもでも日頃から一番好きだよへぇー、ね、タイミングが完璧すぎるお腹痛いなんか今まとめログ見てるんですけど見るって言われてるっていう12期生のオーディションの一次審査の合格者が決定されたって、12? それって出んのいや決定しましたよ決定しましたよ、そうなんだあだからあれですよあの応募した人は書類返してますよで合格した人はお知らせがそうですよみたいなお知らせだよへ、えー来たなそういうのね懐かしいマイコさんの妹がマイコの妹が人妻だし、こいつあんな可愛い甥っ子がいるのに本当に可愛い妹も可愛いから本当に可愛い誰で妹の声可愛いみたいな話誰だっけ知らないふもかなふもじゃないなんか全部可愛いって思う多分ふーんあ、似合い終わっとって MSさんの妹が最近あった電車で乗るの怖いそれマジで怖いなんかあの電車乗ってる時に一緒に急に妹に「なあなあ」って言って何って言ったら「なんか電車乗ってる時さ自分が宇宙人になった気持ちになる時ない?」って言われて急に普通の顔してマジ普通に「でえっ?」て言ったら「えないんだよ今ここ一番自分が支配してなんて思ったことない?」みたいな。って言われて普通の顔でないけどって言ったらなんかよくやんねんわかんないわかんないよくないやばいやばいってどういうことみたいな電車乗ってる時になんか宇宙人の気分になってこの電車を全部支配してる気持ちなんねん怖い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 でも理解してるから本当にどう天才すぎるのかな。そのこと思って電話したことない。言ったら、よくすんねんな。よくす。だからそれしようと思ってしてるってことですよね。だから。そうだよ。あえてとかもうそういう気持ちになるらしい。すごい持っていけるのか。うん、すごくない？うん。どういうことなんだろう。どういうこと？どういうこと？どういうことだったら。おもろいね。おもろい。おもろい。おすすめされてない。おもろないやろ。やってみよう今日の会。帰りの電車でやってみる。ちょっと支配した感じ。ちょうど今日イヤホン持ってないし。今度も結構さ電車プロだから。それは絶対言えない。なんでさっき言ったじゃん。ええ？言ってないね。言ってないよ。もう多分あれだよ。マジゲロの話です。何なのもう。マジで。なんかいいか。ぜひ皆さんもやってみてください今度。宇宙人に。宇宙人。
電車目覚めるかもしれない、みんな。でもなんか新幹線乗ってる時にジェットコースター想像することはありますよね。え、ないないない新幹線乗ってる時にジェットコースター、新幹線乗ってる時に目つぶってなんかジェットコースターを想像することありません？ありません。ないです。ありません。ありません。いい匂い。誰？めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。超いい匂い。昨日もさ、いやいや、おっといか、なんか香水にあんま興味ないって話になったの、うんうん、マイコさんが、うん、マイコ炎が、あ、炎が、うち持ってるし、うん、家で見かけたらつけるみたいな、習慣はない。あ、話して、でもなんか香水見に行った、たまたま。ほんと香水売り場で片っ端から全部こうやってこれこれ匂いそう、これうわこれ違う、うわって全部全部やったんだよ。覚えてる？自分がいい匂いと思ったやつ。写真撮りました。あ、でもなんか本がいい匂いって思ってもまいこさんがくせっ言うから、あ、ダメだ。そうなんだよ、結局ね、まいこさん審査で通った 2枚、2個だけ写真撮った、うん、ちゃんと、いいね、いいねって、うん、楽しいね、まいこさんに嫌われない匂いです。うん、ちゃんと、いや、あるやん、たまに本当アルカリみたいな匂いとか。アルカリってやつか、ユーカリじゃなくて、うん、アルカリ、ほんとアルカリって何、アルカリって何なんていうの、アルコール？アルカリ。アルカリってだって。アルカリ。なんだっけ、あれコアラが食べる葉っぱじゃないんだけど。それユーカリじゃない、ユーカリ。ユーカリだ。ユーカリだ。ユーカリ。ね、バカバカだよ、自分言って本当に。アルカリって何？アルカリレンジ。そうそう。うん、やめた。レンジなの？レンジとかアルカリレンジとか、あの成分だよね、だから。あ、でもこの香水あれで、くまちゃんと、まあ、くまちゃんの買い物についてた時にもらった試供品の香水。あ、そうなの？めっちゃいい匂い。いい匂い、めっちゃ。これでももらったじゃん。どこ？え、イブサンジャン。あー、一緒のやつだ。あ、それか。サンドーラン？違う、ディオール。ディオール。でも知らないディオールの匂い。新作ってもらったんですよ。でもなんかちょっと、初めてつけたから、ちょっとつけすぎちゃうっていう。なんか、めっちゃいい匂いがすごい。ぶやってる。マジで魔物いるけど。でもずっとレッスンしてるとなるよ。うん、だから自分の集まっちゃうってこと。なんかさ、なんかこの前さ、なんかレッスン前にこうやってやってたら、なんかナッキーさんも分かる、つまりよねってこうやってやってきて、で、なんかやばちょっと血入れてるって言ってこうやって見せてきた。ねえさ、マジでそのナッキーさん怒られるよ。違う違う、本当に見せてきたの。しかもちゃんとちゃんとにちゃんといいやつの。何か分かんない、何がね、何がっていうの。そう、見たいって言ってたのに急に見て出てるなんか。この話やばい。だからほのも見せた、こうやって。対抗すな。マジで。仲良しだからもう。ああ、私仲良しだけど見たことなかったそれ。ああ、じゃあほのに負けてるわ。負けてるわ。ほのにだけ見せるかも。特別だわ。おもろい。本当に嫌だ。でも本当にもうラッキーさん大好きすぎて。大好きすぎて笑っちゃう。くさ。面白いな。この間、なんかほぼ5人でサムギョプサル食べたよね。ほぼ5人だったよね。ほぼ5人でサムギョプサル食べた。あ、そうだ。ほぼ5人サムギョプサル食べた。あ、けど新しいルームになってました。うん、いいや。え、マイコさんまだやってますよ。普通。ただいま。ね、音下げてもいいですか。まだいるからやります、結局。結局やります。めっちゃ膝痛いになるから。なんで普通。あ、あの子が起きてくれた。見えてるよ。角部屋本を角部屋さて何でしょう、これは方向がわからない。すっかり夏ですね、暑いですね、今日21度らしいですよ。君が思ってるようにさ、あのポーズのところで宝塚記念の本命はまだ迷ってます。
そろそろ決めないと。で、予想をそろそろ決めないとです。もそうだ。絶対こうで。え、そうだよね、リリーベやるところって川崎競馬場の隣だよね。いいなぁ、そう思った。チーム ER ある。なんかお腹空いてきた。 T シャツ、え、ミッフィー、これやば、お腹空いてきたわ、やばい。この10時だよ、10時ってでもやばいですよ、普通に考えて。もう一回ちょっとスキピにメールする。スキピにメールが来るらしいよ。スキピにメールするって。いいな。ほのからスキピにメール受け取れるの。やっぱ。マイコさんスキピにメールしてますか？最近。今ちょっと一人毎日してる。いや、この時間僕。誰？前髪なすびみたいな。それあれでもこっちで見るときあれ？スキピメール来たよ。来た。スキピ。スキピメールも撮ってるの。来てるんだ。こののどスキピいいなって。メールっていうのがいいね。メールがいいですね。やっぱメールっていいですね。ね、メール。スキピメール。スキピやかん。なんかさ、相手のメールにさ、ごめん、つなちゃんが喋るとこ何回も遮ってる、今日。ねえ、いいよ。こうやって家で中に泣いてるんだよ。家で泣いてる。なんかお風呂で泣いてから、マイコ。そんな遮る。私はたくさん頑張って喋ってるのに。あ、そっちで泣いてる。遮られたって。遮られて、悔しい。いいよ、全然何もくだらないこと言おうと思ったから、くだらないことね、今そんなカメラの話したいけども、日本話でも何でない何言うか忘れた、インスタに喋るんか言って笑インスタに何かおすすめながら出たんだけど、何か何だっけ、何こっちはに、ごめんなさい、こっちでお前言わない、なんかガラケー卒業式みたいな流れてこなかった、誰か言われてきてない、めっちゃ感動する、感動する、見てほしい、なんか多分バタロンの話し合いのかなんだけど、バタロンの話し合うんだよ、インスタばっか見てる、きっと世代で一緒だ、違うってそういう意味で感動した、ほんと、感動、なんかあ、これで泣いたんだ、泣いてないよ、どうやって泣くの、どうやって泣くの、お風呂場でガラケー卒業感動するでもやっぱみんなあれだよね、今週泣くから、でもすばら泣きそう、でも泣きそう、だってさっき泣いてたやん、泣いてた、今日泣きそうになった、あまやちゃん泣きそうになった、本当になった、いい子だでもやだ、マイクさんね、なんかこの前ね、レオナさんがマスターぶってる、うん、なんか泣いてたんですよ、レッスン中、あー、レオナちゃんが、そう、レオナさんが泣いてて、なんか泣いてる理由がなんか可愛すぎて泣いてる、あー、そうだ、その時ね、でも炎が踊ってる時は普通の顔してる炎も可愛かったよ、あれは、いや、炎も可愛い、今のが可愛かった、なのになんかその可愛すぎる人を見た後に泣いてて、なんかえ、それ遠くから見ててめっちゃ心配だった、だから炎のためにも泣きよう言われたもん、こっちめっちゃなんかああとか言ったら、炎でも泣いてくださいよって言われたマジで思っちゃう、うん、ごめんごめんって、やっぱだからみんな泣いてくれるかな、泣くよ、ね、泣くよ、泣く、炎のために泣けるよ、いや頑張るねえそっちかよ、それかなんでもう一回言っちゃった、今日見せたよね、今日合わせるやつ、やれるね、もうやったー、でも出れるよね、うん、うん、でもなんかあれやってほしい、何か何気ならない
大ギャララバイで、うん、みんなコールしてほしい。何の？まあ聞こうって。違う。ムカついてくる。あれも。ないよ。マイコさんが、うん、あのリハだっけ本番だっけ？何？やってる時にみんなでチームインの楽屋で。やってんの？本番中。本番中。お父さんもやりたい。なんかどうするみたいな。これコールコールの話。うん。ムカついて。おどうする選手がこういうどうする？さラストチャンスだけどね。そうだよ。できたらどうする？それちょっと悔しいね。あ、分かった。じゃあ日曜日2回公演にしましょう。2回目はふざけてよくて、2回目はちゃんとする公演、おすまし公演、おすまし公演ね、しっかりね。うん、うん、最後の人いそう。1人上13人で2回やるべきだと。俺もいそうじゃない？いや、お手上げなら前だけ2回やってください。ふざけていい。あずりの、うん、最初と来年まで行ってもう一回、もう一回、ブーンブーン、上がってくるのね今度。今度上がってくるのね。しかもなんか一回あの真ん中以外がもうどうなるのか、逆にブーン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 。え、てかあのシリマジで限界ないの知ってました？どういうこと？なんか本当はマジであの潰れるぐらい。え、そう、もうそれ。天井まで。そのまま、そのまま帰れる。え、あかねちゃんみたいな。上にこうやって見る。俺はもう言えないじゃん。俺もいい。確かに。すごいね、そんなことできるんだ。めっちゃ高い。あ、明るい。上がるんだ。めっちゃ。でもなんか3段分ぐらいしかないのかと思ってた。え、あれ8、誰？違うよ。え、切った方がいい？うん、大丈夫。あ、よかった。逆に、うん、あ、でも、多分あれですよ、うん、大丈夫。すごいっす。にゃん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 。え、すごい！ 22 の顔が22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 。見えてるよ。クマってる。明日何時から？クマ見えてないよ。うそ。もう本当あの明日のことしか考えて生きてないから今ごめんなさい。で、あれ口も取れてるもん。ああ。なんか急に見たらなんか白い。あ、だから髪暗いから。髪が暗いからね。白いよね。白い。みたいにびっくりしちゃった。外出てない人って感じ。ね、わかる。一応その髪色みたいな。え、そうしようかな。めっちゃ白い。肌白く見える？なんかさ。じゃあこれ卒業していい？ダメで、ダメで、肌が白いよね。なんか、いや、ほら、9時って書いてる。9時なんてさ、なんか、楽屋でさ、うん、ココちゃんに、なんか、顔の色、うんち。YouTube の配信時間が15分になってるとかそういう感じ？
あ、予約みたいなやつが、うん、あ、もし9時に場当たりですね。あ、じゃあ9時15分だ、やっぱ。あ、15分に変わってるって書いてる。あ、そう、じゃあ15分です。明日ゆーちゃんの生誕祭らしい。だからか。あ、なるほど。あ、だからちょっと変えたかな。ゆーのね、ゆーちゃんって22歳。にゃんにゃん、嘘、20? え、ゆーちゃんって22歳。え、いや、20歳超えてるから、21、22あたりですよね。信じられない。という間、あら、22歳になりました。22なんだ。え、エコちゃんと一緒。待って、でもさ、エコさん、ルーちゃんと、そうなるとさ、早生まれだった。うん、なんかマリコさんがニャンニャンみたいなの言ってたのさ、うん、めっちゃ記憶に近いんだけど。いや、私もそう。もう私もある、その記憶。さ、ね、こういうのつけて、え、猫耳つけてた。それ違うんじゃない。あれ、猫耳つけてる。猫耳去年とかだよ。ですよね。あ、ちょっと違う。クラシック記憶に近い。でも、キラ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 のやつでしょ。はい。あ、それは去年。あ、去年か。去年すごい。でも、ニャンニャン言ってるのを覚えてる、すごい。22で。うん。何だったっけ、22。ニコニコ？ニコニコ。ニコニコも覚えてるし、25歳。うん。さすがも25になったらやる。うん、ニコニコやる。ミシニシ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 。24。次にしにし、次にしにし、あ、次にしにし、次にしにし、あ、にこ、え、くまさんは次なんですか。風呂。え、どういうこと。風呂26。風呂、え、風呂、あれ、そういうのじゃないの。にしにしとか、にこにこって、いや、風呂って、あ、にしな、え、早いよ、早いよ、え、いつ、あ、違うじゃない、うん、うわ、早くなってほしい。マジでみんな盛大なお祝いをします。え、次二十歳？え、まだ二十歳になってないの？やばー、やばすぎ、ね、マジで、ね、めっちゃん、だからやっぱみんな私の二十歳を楽しい一年にさせてください。楽しい一年にね、こっちみんな、マジこっちみんな楽しい。何したいの二十歳？二十歳になったら何したいの？でも、ってすぐじゃん。でもなんか特にないですよ。まあそうだよ。でもね、二十歳ってだけでね、1年楽しいよ。分かる。二十歳ってめっちゃ楽しいよね、1年間。ったってなる。だから、ほんと、会う人、会う人、何歳って聞かれた人とかも、二十歳になりましたって言って、おめでとう。二十歳っておめでとうって言われる。うん、やれる。そうなんだ。何もしないのに、20年生きただけですごい喜ばれてね、うん、おめでとうって言われる。うらやましい。ありがとうだよ、ほんと、親にもね。ありがとう。すごい。こう変えて。ありがとう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 。感謝だよ、本当。すべてに感謝、うん。もう最初から最後まで感謝したい。ありがとう。うん、ありがとう。本当大事だよ。うん。だから本当この間とかも父の日だったから。うん。本当、父の日。何あげたの？なんか仕事のカバー欲しいって言ったら、欲しいって言ったら、かわいい、優しい、優しい、パスありました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、マジでありがとう、ありがとう。マオがなんかお母さんにやったら、レオナさんとクマさんみたい。わかる。え、いやでも埋めるとは思うよ。でも育てる家庭でそうだよね、環境だよ、うん、育つ家庭で、うん、やっぱクマさんとレオナさんに育てる、うん、できる？できない。環境大事だよ。すごいよ、ミレタン見たの。ミレタンすごいよ、ミレタンみたい。ミレタン、池田のクリームパンで死ぬほど笑った。でさ、ミレタンそういうとこある。遠くで遠くで笑ってる。そうさ、こうやって笑ってる。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ずっと笑ってる。まだ笑ってんのって感じ。ずっと笑ってる。あ、スキピニ。スキピニメール。スキピニメールしなきゃ。スキピニメール送らなきゃいけない。スキピニメール。メめっちゃこの短時間にめっちゃ来るじゃん。はい、重いタイプだ。てかもうさっきのやつ送られてない。送れよ。あ、全然。あ、また行った。もうない。もうない。もうないで。あ、もうない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 。あ
言って言ったよ。なんで素顔の動画見出さないの。10時半だから終わろう。あれ、ありがとうございました。またなんで一番最後なの。ありがとうございました。2回目も何バイバイ、ありがとうございました。いや30分するって何分前なの。またね、ありがとうございます。また明日ね、今度こそおやすみなさい。私もスキピにメールします。またね、バイバーイ。まこさんも多分2時間超えてる。2時間